イケラドンデジョンです。今回はナビ VS6 ゲーミング9ネパールというクランですね。今日の対戦は以前もね、動画でしたことはあるんですけども、ルートライダーを使うことができないというルールになっておりますので、まあみんながね、見飽きたとコメントたくさんしてくれますが、ルートライダーが使われないので、まあその辺もね、楽しみに見てってください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ルートライダーは使わないので、そうなると増えるのがラバルっていうところかな。さあまずは、キング、スニーゴブを使って、先行ナビの方からピーカス入っていきます。タイムも、でも早いですね。1分20ぐらいですね、こっから。ロイヤルチャンピオン6時使いつつ、キングは9時区画の投石だったりヒーローを潰しつつ、クイーンは直線的に入れていくみたいですね。スケルトンの呪文を使ってキングの竹取りつつ、ストライカー出てオールブレイカーうまい。で、もう1枚あるけど、そうですね、モノリスだったりオデンゾーのあたりを、タゲ取るためのスケルトン置いてます。フォックスからちょっとやられちゃったのは痛かったね。で、援軍はこれはドラゴンが増えるということを予想してか、ネクロ採用ですね。ちょっとポイズンが外れてるので、ここもね、久しぶりのネクロ援軍というところで、ちょっとポイズンが暴れましたが、ロイヤルチャンピオンのヘイスト薬を使うことで、ここはカバーしていきます。タンホールに関しては突撃艦入れてしっかり落としつつ、裏からオーデンなしのパートで、エイストフリーズを使ってバルーン走らせていくところ強い。ヒーローパートがやっぱ伸びてますね。下がマルチ IT のところまでここで触ることができつつ、レイジを上側、そうなるとマルチアーチャータワーとエアスイッパーのところが残っていくんですけど、まだスケルトンとヘイストが残ってるっていうところ強いっすね。ウィもクロッカー待ってたのでヒーラー生み出したりとか、さすがですね。まあ、ルートライダー流行る前はね、ずっとラバルで一番手を攻めてた人なので、相変わらず高精度なラバルで衰えないですね。対戦相手ライドラッシュ、まあラッシュ系が起こるとするならばこういう編成とかなのかな。ドラゴン系、まあルートライダーがいない分空に変わるって感じですかね。ただエアスイーパー降り、スニゴブとライドラのための面を作ってガーゴイルって感じですかね。ただライドラスタート、こういうのなんかこの金山からライドラスタートしたい感あるけどな。これちょっとそう、金山にライドラ出さなかったことで、進行がね、まっすぐ進まないんで、雑に出さないでね、一体ずつどこにライドラを何体ずつなんかこう分配するといいですね。で、タウンホールには突撃艦届かせていって、しっかりここはバルーン落としていきます。で、下側の方は2ヒーローと当たるところ、キングが頑張ってますね。クイーンの方に、追弱、おお、ガントレットで壁越しキング強すぎるワンパン。あ、タウンホール残ってますね。タウンホールが残ってしまったか。ここはロイヤルチャンピオンまだ手元には残してる状況なんですけど、タウンホールライドラで落とせるか。打てない、痛すぎる、あまりにも痛すぎる。ロイちゃんはタウンホール取れるように投げたいんですけど、援軍出ちゃうからね。星1も危険性があるようなアタックですが、ここはレイジ置いて、援軍出てくるけど、ここは一旦ボックスが隠してくれることによって、アイゴレ、あ、トルネード強すぎ。それロイヤルチャンピオン仕事せず落ちてった。さあこれはフェニックスが、いやなんとか星1は阻止、星2にはなりましたが、いやー、密集陣だったっすけどね。ライドラ刺さらず。なんか同じような配置ライドラで取られてた気がするけど、やっぱレベルの差があるんだね。めちゃめちゃ危ないアタックになりましたね。危うく星1防衛でしたが、68もでかいっすね。さあ、こちらもドラゴンということで、やはり、ルートライダー減るとこういう編成も増えてきますね。ロケバル2体と花火かな、これはライトニングで安い寄って、クローン花火、まあ安い寄って9時の対空砲、おお、あー、なるほど、9時はクイーンをヒーラーつけて回していくみたいですね。ロケバルは手元に残した状況、
バルーンも残してるんで、これワンチャン別角度から突撃。あー、そんなわけないね。さあ、ここで一気のトーム入れていきます。いいですね、ヒーリングトーム。バルーンの HP も全回復していきつつ、援軍が細かいっすね。やっぱルートライダー来ないってなると、こういった援軍も強くなりますね。さあ、クローン使って、インビジブルギリギリ囲ってきますが、トルネードがいい位置にある。さあ、なんとかこれはターンホール落とすことできつつ、真ん中も乗りする。クイーンの方は、フリーズ使いますが、クイヒー落ちちゃう。ドラゴンがだいぶそれましたね。十時を基軸にやっていきたいところだったんですけど、12時の方にかなりそれてしまったので、これは厳しいな。で、ロケバルはこの3時の対空砲を折る目的で持ってきてたんですね。珍しく、全開率 100% だったんですけど、やっぱルートライダー普段使い慣れちゃうとね、他のユニット使う機会があんまりないっすからね。キングはガントレット使って、クイーンを2パンチ。マルチ IT2 パンチ。強すぎるなぁ。で、残ってたロケバルがロイちゃんに襲いかかる。フリーズ使いますが、さすがに厳しい。面としてはやっぱ十字のところをね、取ってきたいところだったのが、かなりの比軸でね、比重で12時の方にそれちゃったのが厳しかったところかなと思います。まあ、普通にやっぱルートライダーいなくなるだけで、このメンバーでも防衛生まれるんすね。というのと、まあ、ルートライダーがいなくなったことだけじゃなくて、ルートライダー以外をね、普段使ってないっていうところで感覚的なズレもあると思いますね。ルートライダー使えならね、使えないならね、他の編成の練習とかもしてて、だいぶ仕上がってるとは思うんですけど、ルートライダー以外の練習って今そんなに必要ないからね、環境的に。結果的にはこの10時と8時のラインっていうところが全く同じところが残っちゃいましたね。さあ、スーパーボーラー。ルートライダーがいなくなると、こういった陸編成の中でもね、スーパーボーラーとかエレクトロタイタンとか、その辺もね、ちょっと期待したいっすね。タイタンとか特にね、新レベル来てるわけだし。まずはオデヒーをやっていくんですけど、ここレイジジェムじゃないんですね。ライフオーラの方なんだ。まあ、オデヒーするならレイジの方がいい気もするし、こういうところとかも、タコ使いたいよね。イーグルオリー簡単にできると思うし。ただイエティで下側はシューターのターゲットを迫撃砲からね、守るようなイエティ使ってますね、下側の方は。そうすることでこの辺の奥のところまでやっていくっていう目的だと思うんですけど、タイチクロスもちょっと気になるラインで近くにいますね。いや、オデヒ長いな。やっぱこれレイジ欲しすぎるな。時間がかかりすぎている。あまりにも。もう、自分でレイジ打っちゃうってところ。やっぱヒーローギアの選択っていうのも本当に大事っていうのがわかりますね。で、シューターの方はやはり捕まっていきます。さあ、中身はスーパーホグだったんですが、このタイミング出るにはあまりにも早すぎる。で、12時はキングのためには泣けしつつ、10時のところから本体スーパーボーラー入れていくような形になります。さあ、スーパーホグの方は下がキングによって滅される。キングもジャンプで止める位置に打ったのいいですね、このジャンプ。さあ、シングル IT キング捕まったので、ここはフリーズとかけて、みんなジャンプでゴール。おー、いいね。トムは、あ、音はないけどトム打ちましたね。タイタンがギリギリ捕まってたところ。スケルトンの呪文を置きつつ、ロイヤルチャンピオンをロイヤルチャンピオンに当てるところからスタートしていきます。アンホール、フリーズ、レイジと置いていって、ロイちゃんが HP だいぶ持ってかれてるボックスによって隠れていくんですけど、やっぱマルチアチャーターこういうところ強いですね。さあ、ロイヤルチャンピオン能力解放、一気にここを突破していきます。キングの方も壁をぶち破っていく。中心部にレイジ置いていきます。どうだろうな、この判断。まあ、どっちにしろか。防衛施設自体は飛ばせそうかな？あー、いいよ。いいトラップだな。ただそ、うわー、巨爆強。ロイヤルチャンピオン捕まりましたが、クイーンがクローク合流してくれる。さあ、ロイヤルチャンピオン、これは3時のテスラ追っていってということで、なんとこれは全開まで持ってけそうですかね。
いや、ロイヤルチャンピオン頑張ったね。やっぱヘイストホグ強いよね。ナイス全開。おお、クラウスもドラゴンかつ花火。タンホルマン中の配置に花火ってそんなに刺さる印象はないんですけど。こういう配置ね、流行ってますよね、今。おお、ドラゴン来ました。ドラゴン一気の展開、トーム、あー、突撃艦にホーミングにヒット、うまい。防衛側がこれは突撃艦をぶち破っていきました。真ん中まで突撃艦届かず。厳しいね。なるほどね。これ、タンホール真ん中まで届けて、タンホール周りを花火で削るっていうやつだね。4月予選の世界大会でもそういうやり方やってましたね、そういえば。ベビドラカットクイーンの方を無理やり入れていくんですけど、タウンホールが残ってます、中央。キング、ガントレット残ってるので、ここ入れていきつつ、クイーンは落ちちゃいましたね。マルチ IT も大工に直されてギリギリだったんですが、まあ、ロイヤルチャンピオンは12時から出すような形にしないといけないのかな？流れそうだよね。呪文はめちゃくちゃあるんですけどね。クローン2発と、ただクローンできるユニットがスーパーバーバリアンぐらいしか今残ってないっすね。まあ、バルーンで守られてなかったところ、突撃艦が先行したので、先に走ってしまい、突撃艦、ホーミング2本ともね、ヒットするっていう。使いどころちょっと失っちゃいましたね、呪文に関しては。まあ、ドラゴンとか生きてる時にとか、ガゴとかにね、まあ、無理やり使うぐらいしか使い道なかったかな。さあ、ここは能力解放で一気に落としていきます。スーパーバーバリアン、そうだね、こういう使い方しかないね。で、壁越しにも殴れるように一応ガーゴイルとか増やしつつ、みたいな感じで、破壊率を伸ばしていきますが、81。いやー、ちょっと珍しいミスですね。二人、全開にならないアタックが生まれました。世界大会の予選なのかわかんないけど、クラウスがね、395分の393前回で優勝できなかったっていうようなね、ツイートしてて。まあ、ナビトータルの話なんですけど、395アタックで2ミスしかなかったっていう、世界大会予選、そんな試合あったんだっていう感じではありますが、79試合だよね、多分。だから、ルートライダー使った時と使わない時の、あれがね、これでかなり、わかりますね。防衛援軍はスーパードラゴン。これは、ルートライダー対策用の援軍が出てきてますが、いいアイゴレだな、それ。インビジブルタワーが、フリーズかかったので、ここはフリーズ打つ必要もなく。ラバルですね。9時からラバルパートスタート。オーデンもつけていきます。ロイヤルチャンピオン入れて、ストライカーラバーにトームをかけていきます。ボマー十字差し込んでますね。投石カバーのところ。回収出したいな。援軍はイエティか。ガーゴイルたちもやってまいりました。マルチ IT のところ残ってるので、ここはフリーズ。ただこれが最後の呪文なので、ちょっと呪文配分とバルーン配分があんまり良くないようにはパッと見見えるけど、どうでしょう。ロイヤルチャンピオンはここ能力使いたいところ、ホグヘイストン、いい巨爆リクスケ取るね。いやー、これ一気にロイちゃん捕まった。防衛取れそうかな、これも。おー、守れますね。やっぱルートライダーいなくなるだけで、ちゃんと、防衛生まれますね。なるほど。なるほどね。そうなのか。ナイス防衛。これが本当のナイス防衛だ。これでこっちも2ミス？ 3 ミス？
前回取られたのはスーパーボラのみって形ですよね。ちょっとアーチャー早めましょうか。うん。さあ、ジーマ。スパーチャかな？突撃艦スーパーアーチャーですね。確かに、これは、ユートライダーが、亡くなる前の、スパム編成ですね。スパムと言うべきかどうかわかんないですけど。花火かもな。さあ、12時からウォーデン発射。さあ、ここ一機のトームを入れていきます。援軍もちょっとだけ出ましたが、ラバハウンド系の援軍が出てきてますね。さあ、クラン城のところを通り越していって、タウンホールまで届けてきました。さっきクラスがやりたかったのはこういう花火を打ちたかったと思うんですけど、トルネードしっかり置かれておりまして、ここはスーパーガーゴイルくるくる行きました。タウンホールモノリスインビジブルを打ちますが、タウンポイズン受けちゃうので、まあタウンホール周りが大きく削れれば良いかなというところ。かなり綺麗に削ることができてますね。これどうだろう。キングそれたくさいワンちゃん。さあ、キングがちょっとそれちゃいましたね。コントロールミスって壁を殴るような意味のないキングが生まれてしまった。タイタン陸助まで耐えたい。いいよ。おー、キング偉すぎる。帰ってくる。さあ、ここでスケルトンの呪文を置きつつ、ロイヤルチャンピオンの方が能力解放。HP ギリギリー。さあ、1クロスまで追っていく。イーグル砲の方もクローク打って、ロイヤルチャンピオンに飛ぶはずのイーグルを防ぎましたね。さあ、スーパーウォールブレイ、スーパーバーバリアンを生かすためのウォールブレイカーとか入れつつ、反対サイドは、オウルが偉いっすね。ウォーデンから出てきたオウルがあの辺一層。このテスラさえなければ、このオウルが一生無双してましたね。さあ、キングガントレット、あとはスーパーバーバリアンが手元にたくさんいます。キングが壁をぶち破ることで、あの辺消したい。いやー、リクスキも消していく。強い。さあ、長弾大砲の方もスーパーバーバリアン届きまして、ギリギリの HP、クイーン、プワー。さあ、まずはここボムターの方を追って、そうですね、壁の突き目くじのところを殴るような形。キングの方がテスラの方はされそう。あとはポイズンタワーが帰ってこなければいいなって感じなんですけど、まあどっちにしろキングが倒せないので、ナイス全開。うん、ガーサス。今時の配置に昔ながらの最強編成をぶつけていくと。さあ、対戦相手71天才のラバル。どっかに何かが6時だ。6時テスラチェックからの、リクスケド、リクじゃないや。凍るんだね、じゃあ。いや、このシューターバリュー、微妙じゃないか。全然美味しくないけどな、これ。おぉ。このシューターって何が目的なんですかね。まあ、ヒーローを使って迫撃砲のターゲットは取りつつ、まあ、この辺サイドカットしたかったんだけど、テスラもあって、マルチアーチャーターもあってっていうところで、これ世界大会予選でもこのヒーロー逸れてましたね。ワンチャン守れるかもみたいな感じになった。キングクイーンのそれみたいなのがあったんだけど、うわー、ガントレットのサイドカット強い。うわ、おでんぞ。どっか行った。さあ、タウンホールも範囲攻撃のせいで勝手に起動をしまして、クイーンが一応タウンホール触ることができましたね。フローズンアローもついてるので、タウンホール衰弱ついて簡単に突破可能で、9時からロイちゃん使って、シューターの方はマルチ IT を降りつつ中に入って、これ結果ヒーローそこならいいシューターでしたね、確かに。パッと見のバリューめっちゃしょぼそうだったけど。さあ、ここは、ラバハウンドかなりホーミング当たっていく強い。ストライカー混ぜて、一気のトームをここで、
飛ばしていく。12時からはバルーンを入れて、大砲とかも削って、この辺、ワンチャンガーゴイルで削れる説。ポイズン縁合わせて、あとは終点が一応シングル IT ではあるってところ。援軍は EAT か。さあ、ロイちゃん能力使ってそこからはホグが生まれてきて、火力の高いところ。まあ、こういう火力の高いところしっかりリクスケルトンがあることでロイちゃんちゃんと止まりますね。やっぱナビの配置も硬いっすね。世界大会のね、予選に向けていい配置を用意してたっていうのが、この辺の防衛見るとよくわかるね。やっぱ対戦相手も、のね、シンクロニックもね、やっぱ強かったっていうのがわかりますね。ちゃんといい配置で防衛はこうして取れるんですけど。ナイス防衛。さあ、ナビの方はラストアタック星3です。61天才のラバル。やっぱラバルの対戦になると、ラバルの質の高さっていうのが差が出ますね。お手本を見せてもらいましょう。マルチとマルチアーチャータワーのところ、マルチマルチレイジタワーというところ。ヒーローは、レイジタワー待ちかな、じゃあ。はい。レイジターのレイジが解けるのを待ってからヒーローパートスタート。ここでキングクイーン。まあ、時間勝負ではないんでね、もう圧倒的に。ゆっくりやっていいというところなので、だいぶ待ちましたね。ガントレット強い。さあ、リクスケもワンパンチ。キングルートもそんなに怖いとこ入れてったわけじゃないですからね。おー、ここモノリスは?クロークヒーラー。あー、ヒーラーで援軍が連れていく。アイスゴーレムにターゲット変えてほしいところですけど、もうちょっと怪しいなって思ったところで、フリーズ自分で打ちましたね。アイゴレターゲット取れるかな?クイーン入ってるね。タウンホールは落とせず、それを見てドリルをタウンホールに投げ込むリカバリーをしています。キング伸びすぎじゃない?今12時ヒーローと殴ってんだけど、あいつ。やばすぎるよ。さあ、ドリルがタウンホール届いて、ロイヤルチャンピオンの方もこれは能力を使ってヘイスト薬とホグ両方使ってますね。ちょっとタウンホールの方に流されちゃったので、思いっきりポイズン食らう形でありますが。さあ、ラバルの方もウォーデンから離れたので、ちょっとサンジ側が厳しいか?さあ、追加バルーン?手元にはバルーンが4体。ドリルがまだいますね。耐えれるか、ドリル。ドリルロイちゃんで、いけるか?さあ、フォックスまだいるんだ。ディギーもついた。さあ、これは消えていきたい。能力もう使っちゃってますからね。しっかり隠れていって、スケルトンストライカーでなんとかヒーローは処理。いや、だいぶ怪しいけど、この攻め。さあ、バルーンの方は、うまいね、そのバルーンガーゴイル。裏からもジャイアント来て、ウィズトのターゲット分散するようにしっかり出していって、ここは、ドリルが割れて中身がライダー来て、これで押せるかな?いや、スイーパープッシュ。防衛施設の方が投石以外落とされていく。いや、粘りましたね。かなり危ないアタックでしたが、しっかりこういうのを取っていきます。出ました。時間かけ配置。クイヒーラバレ。この配置強かったっすね。前回は取られるんだけど、タイムがかかるっていうところでね。タイム勝負に、おいてんな、この配置は結構いい仕事をしてたと言えるんじゃないかなと思います。こうして食い火なんて飛んでこないからね、環境的に。テスラの位置反対だったような気がする、実戦は。違ったかな?地味に変えてきたか?独自シューター強いね。で、ここはサイドカットキング、スニゴブベビトラとか投げ込んでいって、どう作っていくのか。
カタンホールクイヒーの方は無事決まってます。ここでイーグル砲が起こっていくような状況。サンジビーズとかも使ってカット入れてますね。ストライカー一発、うん、ナイス。ウォーミングチェックのバルーンもなかなか通したいとこ通せない。さあキングがここは穴開けで入ったので強いね。援軍も引き出してちょっとダメージを入れていく。なんなら処理をしていく。6時はマルチ IT までシューター届くようになって、ウォールブレーカー繋いでクイーンの方を内側へ誘導することができそう。さあそろそろラバルパートも考えていきたいところなんですけど、3時からロイちゃん出したなら4時からラバルパートかな。そうですね。スタートしていきました。ちょっと厚めに出しすぎてマルチ IT 無駄に受けるから、これは4時からラバルする方がいいっすね。4時からラバル本体をつけて3時に最小限のバルーンでサイドカットっていうのが一番良かったかなと思います。クイーンの方は逸れてしまって、まあ結果的にはモノリスからのターゲットを外せるような形にはなりましたが、藤外もバルーン入れてきましたね。オールブレーカーとかないのでちょっとカット早いかな。それあとはインビジブルが1枚、まあとはいえね、火力が密集してないのでかなり広い配置になってるので、まあ時間はかかるけど落とされづらいですね。やっぱりこうしてクイーンの方もヒーラーがついてることでルートは崩れてるんですけど死なない形が取れつつ、さあ終点モノリスとマルチ IT というところ、ナイス展開ですね。やっぱり弱点ついたクイヒーとシューターというところでした。はい、というわけでね、終わりまして13対12でナビの勝利になりました。まあ、如実に出たね、今回の対戦はルートライダーの欠場。かなり結果として現れたんじゃないかなと思います。まあ、お互いで5本ミスっていうのは最近のナビのね、対戦動画にしてるとき見えないよね。知らないクランが相手であっても14点とか普通に取ってくるしみたいな感じだったので、なんならね、全然知らないクランと15対15って結構ありましたよね。前回のね、対戦がね、動画がね、17分で済んだんですよ。びっくりしたんだけど。これどっかアタック抜けてないと思ったけど、17分で終わったんですけど、ルートライダーがね、いるとやっぱ時間勝負になって17分で終わるけど、今ね、29分ぐらいですね。うん。3分間の対戦になりますね。まあ、個人的にはやっぱこういう大会があるとね、ルートライダーだけじゃなくていろんな編成見れていいなーって感じなんですけど、まあ、やっぱりそうなるとドラゴンだったり、ラバルだったりっていうのが主軸になってきて、まあ空のユニットが多くなりますね。まあ、ルートライダーが陸を完全に制覇してしまっているっていうところで、ルートライダー縛っちゃうと逆にやっぱ空ばっかりになっちゃうので、陸空を適度なバランスで保つっていうのがちょっと難しそうですね。あまりに強すぎるか、で陸がいなくなっちゃうか、みたいな感じなので、この辺のうまいバランス調整っていうのが今後されていくと楽しいかなとは思いますが、まあ、この大会勝ち進んでいくことでね、ルートライダー以外のアタックも見れるので、ぜひこちらの大会もナビを応援してください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、また次の動画でしましょう。さよなら。